ジンキニスキー、ジンキニスキー、ジンキニスキー、本名、ユージーン・ニコラース・キニスキー、1928年11月23日から2010年4月14日は、カナダのプロレスラー。アルバータ州エドモントン出身のポーランド系カナダ人。第3代アワ世界ヘビー級王者、第45代ウィー世界ヘビー級王者。日本では、アラボーシの異名で呼ばれ。 ジャイアントババと名勝負を繰り広げた。アリゾナ大学在籍時からアメリカンフットボール選手として名を馳せ、卒業後は CFL のエドモントンエスキモーズに在籍しつつ、カルガリーでスチュハートのコーチを受け1952年かプロレスラーとしても活動を開始、1954年よりプロレスに専念するようになる。以降、北米の主要テリトリーを ヒールのポジションで転戦、キラー・コワルスキーやジョニー・バレンタンと並んで、ポーランド系の三強旗として威布された。本拠地のカナダでは1957年5月2日、トロントにて、パッド・オ・コーナーから、英連邦カナダ版の上、大英帝国ヘビー級王座を奪取。6月12日には、モントリオールにて、エドワード・カーペンティアを下し、同地区認定の世界ヘビー級王座を獲得。 タックでは10月31日にトロントにてフリッツ・フォン・エリックと組オコーナーホイッパー・ビリー・ワトソンから、モイ、カナディアン・オープンタック王座をダッシュした。1960年により、アワー・ケンに参戦し、12月6日にウィルバー、スナイダーから、US ヘビー級王座をダッシュ。翌1961年7月7日、セントポールにてバーン。 ガニアを破り、アワ世界ヘビー級王座を獲得、第3代王者となる。1965年8月21日には、インディアナポリスにて、リックザ・ブルーザーを下し、ワウイ世界ヘビー級王座も獲得した。この間、1964年4月には、日本プロレスのワールドリーグ戦に初、来日、豊登りと決勝戦を争ったほか、カリプス・ハリケーンと組んで5月14日に、 トヨノボリ吉村同盟から、アジアタック王座を奪取。2週間後に、トヨノボリジャイアントババに脱回されるが、これが、ババにとって、国内初タイトルとなった。1964年10月からは WW、WWF にも参戦しており、11月16日と12月14日に、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにおいて、ブルーノ・サン・マルチノの、 wwwf 世界ヘビー級王座に連挑戦。翌1965年2月4日にはワシントン DC にてワルド・フォン・エリックをパートナーにジェリー・グラハムルーク・グラハムから US タック王座を奪取。4月8日にゴリラ・モンスーンビル・ワットに敗れるまで退官した。1966年1月7日セントルイスのキール・オーディトリアムにて ルーテイズを破り、ウィ世界ヘビー級王座を獲得、第45代王者となる。団体として前世紀にあった時代のアワトンウィの、両世界ヘビー級王座を獲得したのは、類例のない記録である。1967年8月には、ウィ世界王者として、日本プロレスに再来日、防衛戦は行われなかったものの、8月14日に、大阪球場にて、 ババのインターナショナルヘビー級王座に挑戦、双方65分間戦い抜き、試合時間60分と延長戦5分、ババが後年自身のベストマッチに選ぶほどの名勝負となった。1969年2月11日、ドリー・ファンク・ジュニアに敗れて、無異世界王座から陥落するも、8日後の2月19日には、ハワイで、トール・タナカから、北米ヘビー級王座をダッシュするなど、 その後も、第一戦で活躍。1970年12月3日には、大阪府立体育館にて馬場を破り、第六代インターナショナルヘビー級王者となっている。その2日前の12月1日には、東京都体育館にてバレンタインと組み、馬場アントニオ猪木の勝利法が保持していた、インターナショナルタック王座にも挑戦。馬場と初期の日本プロレス離脱後の1972年、 クレの来日では12月2日に、クラマエ国技館にて、ボボブラジルと組み、空位となっていた同タッグ王座を、坂口誠治大木金太郎と争った。12月8日の静岡大会では、キラーカール・コックスをパートナーに、坂口吉村同盟が保持していた、アジアタッグ王座にも挑戦している。1968年から1983年にかけては、 カナダのバンクーバーで、ムイオールスターレスリングを主催、レスラー兼プロモーターとしても活動した。同団体のフラッグシップタイトルであるムイパシフィック、コースとヘビー級、e、王座には、1970年から1978年にかけて、マークルーイン、ドンレオ・ジョナサン、ガイ・ミッチェル、ビッグ、ジョン・クインらを破り、通算7回体感している。他地区では、 1973年3月16日にセントルイスにてテリー・ファンクを下し、運営のナンバーにタイトルとされていたミズーリーヘビー級王座を獲得10月13日にハーリーレースに敗れるまで保持していた。日本プロレス崩壊後、1974年3月に全日本プロレスに初登場。1975年4月にはチャンピオンカーニバルの 第3回大会に出場、ババと決勝を争った。現役選手としての最後の来日となる1979年4月の参戦時には、ジャンボ・ツルダの UN ヘビー級王座に挑戦する予定だったが、コンディションを崩していたためマイク・シャープ・ジュニアに、長剣を譲っている。その後は、セミリタイア状態となるも、百八十二年まで、各テリトリーへの出場を続け、 同年6月には、ウンウィミットアトランティック地区にて、ジェイク・ロバーツや、ジェイ・アング・ブラッドから勝ちを収めている。以降は1985年まで、年1回のペースで、キール・オーディトリアムのリングに上がり、1983年6月10日には、リック・マードック、1984年1月6日には、ブルーザーと組んで、ケンパテラクラッシャー・ブラックウェル、 1985年2月15日には、和風マクダニエルと対戦した。引退後は、1987年11月16日に、行われた WWF のニュージャージー州、メドーランド大会でのオールドタイマーズバトルロイヤルに、テーズ、オコーナー、ブラジル、カーペンティア、コワルスキー、クラッシャー・リソワスキー、レイ・スティーブンス、ニック・ボック・ウィンクル、ペドロ・モラレスなど、 かつての戦友と共に出場した。日本にもレジェンドとして招かれ、1993年6月1日には、ジャイアントババ5000試合達成記念試合のスペシャルゲストとして全日本プロレスの日本武道館大会に登場、ババから歓迎の花束を贈られた。1999年5月2日には、ジャイアントババ没後の引退記念試合に際し、ババ ザ・デストロイヤーの対戦相手としてサンマルチノと共に指名され来日。自身が生前のババと戦っている映像が流れた際には、皆が生還する中で一人握りしめた拳を振りかざしていた。キニスキーはその後の挨拶で、ババ、君は偉大なスポーツマン、レスラー、アスリートであり、本物のプロフェッショナルレスラーだった。 私は、君と日米で戦えたことを誇りに思うと馬場を、たたえた。2000年秋には全日本プロレスの分裂による参観、王者空位を受けて行われた、新参観王者決定トーナメントの立ち会い人として、来日している。2010年4月14日、ガンのため81歳で死去した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。